しゃ、体温まったぞ。よっしゃ、弓松温泉でさっぱりしたところで焼肉行くか。今日も焼肉やけど、あちらに見えております韓国園に行ってみようと思います。焼肉の食べ放題なんですけどね、食べ放題って実際のところ何グラムを食べたかっていうのわからないじゃないですか。今日はね、ちょっと測りながら食べて、実際に自分が何グラム食べたのかっていうのを検証したいと思います。目標はやっぱり1キロかな。そびえ立つ別府タワー。中途半端な時間なんで空いてると思うんですけどね。14時半ですね。営業中行ってみましょう。こちら、韓国トリコイカルビとハラミとカルビになります。はい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 。
今964グラムなんで、あと一品で1キロ超えですね。ロボットが来たぞ。ロボットが持ってきた。すごい。何、どうやって書いてくれるのこれ。取り終わってこちらのボタンを押してください。ありがとうございます。すごい。いや、しかし食えるもんやね。1キロ食っちゃいましたよ。まあ、もう食えんけど。さあ、帰って寝よう。